皆さんごきげんよう、えー、ロマンス詐欺の,の特集をちょっと見てました。それで漫画家の井出さんって方があのロマンス詐欺に会われたそうなんですよね。まあ、ロマンス詐欺っていうのは、あの要は、その方の場合はその、海外の人からメールとか,か SNS 上でそのやり取りがあってで、だんだんやり取りしていくうちに心を開いて、まあ、ロマンス詐欺っていうだけあって、恋愛的な感じで、まあ、結婚詐欺じゃないけど、まあ、そういうね、 あの、会えませんかお付き合いしませんかみたいなことを言われて、で、お金だけ騙し取られたってことなんですけど、まあ、それに関して、まあ、一番悪いのはもちろん、詐欺をした人ですよね。もうこれ犯罪ですし。じゃあ、その、被害者の方に、あの、僕はどういう感情を抱いてるかっていうと、まあ、半分は、まあ、そういう詐欺に会われて、まあ、ご機能独すねとか、まあ、そういう詐欺とかがね、世の中からなくなればいいですよねって思うのと同時に、 まあ、半分はちょっとその人に対して厳しいまあ言葉をかけるのが僕は適切なのかなって思うんですよね。えー、なぜならその人は、あの、今回のロマンス詐欺にやっぱ引っかかってしまうようなマインドだった、精神性だった、人間性だったってことなんですよね。で、やっぱこの人は多分だけど、何かしらその心構え、その過去から現在まで至るその日常生活とか何か物事に対して心構えに問題があったと思うんですよね。 なぜならば、あの、普通は、あの、そういう詐欺にもあの合わないし、詐欺もしないで終わる人が、まあ、もうほとんどじゃないですか。自分は騙されることもありませんよ。騙したこともありませんよっていう人生で一生を終えるのがほとんどの人がそうだと思うんですよね。でもその中でその人は、そういうロマンス詐欺に引っかかってしまったっていう、考えるとその人にじゃあ落ち度はなかったのかって話になると、やっぱあると思いますね。それはまあ、その人が、 なんかすごい心配性だったとか、すごいなんか寂しかったとか、そういうことだと思うんですよね。だから分かりやすく言うと、アムウェイに引っかかる人とか、まあそれに近いのかなって思うんですよね。あと、あれか、宗教に引っかかる人とか、なんか誘われて入っちゃうとか、あと、まあこういう儲け話があるよって言ってそれに乗っちゃう人とか、で要はその人自身が、まあ一言で言うと、しっかりしてないからそうなるって、とも取れると思うんですよね。 だから、まあ、そのロマンス詐の場合は、まあ、どういう心情の人が引っかかるかっていうのは、まあ、それ心理学者じゃないからわかんないけど、まあ、おそらくだけど、まあ、感謝が足りないとか、あの、人に対して与える、その、ギブすることが足りないとか、まあ、そういうことでもあるのかなって思うんですよね。もちろんその人がそうだとは断言しないけど、まあ、僕がまあ考えられることは、やっぱ普段、あの、物事小さな物,物事に、例えば、 あの朝起きて、あの、一日が始まることに感謝。で、ご飯が食べれることに感謝。ちゃんとね、食べたものが便として出ることに対して感謝で。アジの開き、一匹でも、あの、それを食べれることに感謝。生命に感謝。ね、アジを釣って,釣ってくれる人がいるわけじゃないですか。感謝とか。まあ、小さなことに感謝ができたりとかあ、普段人に対してなんか与える、なんか気の利いた言葉をか,か,あのかけられるとか、あの、なんか,なんかその、 人のために、人のためにって、あの、そういう意識で生活してる人が、ロマンス詐欺に僕引っかかるとは思えないんですよね。アムエとか。だから、その人の、まあ、心構えとかにも何らかの問題があったんじゃないのかなって思うんですよね。だってそ、その、詐欺する側は、その人以外にもバーってもう、一網打尽にやってるわけじゃないですか。で、結果的に引っかかったのは、その人、分かるわけじゃないですか。って考えると、その人の問題があるよねって思うんですよね。だそういう、ちょっとさ、あの、踏み込んだこういう、 ね、厳しいことを言うのが僕は優しさでもあるのかなって正直思っております。ではどうもありがとうございました。